ボートレース平和島の4日間シリーズ、ボートピア横浜開設10周年記念、いよいよファイナル優勝戦が始まりました。対戦メンバーは1号艇杉山博成、2号艇原田秀也、3号艇鈴木幸男、4号艇片山亮介、5号艇渡辺信弘、6号艇太田和美、以上の6選手の対戦です。進入は3号艇の鈴木が一つ内に動きました。インコースは1号艇の杉山博成、予選はトップ通過、当地は6月に続いての連続優勝としています。2コースには3号艇の鈴木幸男、ベテランの鈴木、軽快な運びで今シリーズはすべて船券に貢献する走り。そしてセンター3コース2号艇の原田秀也、こちらは低勝率モーターでしたが、こちらもオール3連隊の運びを見せています。1番3番2番とスロー引いて角1、4コースは4号艇の片山亮介、初日はダッシュからのまくり連勝ゴールがありました。5コースは5号艇の渡辺信弘、地元から唯一の勝ち上がりです。最アウト6コースは6号艇の太田和美、実績メンバーの太田、昨日は連勝ゴールで一気に巻き返してきました。スタイルは3対3と分かれました。優勝戦第12レース、進入は内から1番3番2番4番5番6番スタートしました。センター3コースから2号艇の原田が好スタート、インコースは1号艇の杉山、さあ一周1マークですが、角からは4号艇片山も攻めに行きますが、陰線から1号艇の杉山、ここは押し切るか、内をついて5号艇の渡辺、バックスレッジへ入っていきました。インコース1号艇の杉山がリードを取りました。バックの中間地点では2停身前、2番手は地元5号艇の渡辺、続いてその後ろは低間隔少し空いて、2番6番3番と3番手は接戦、スタートは前提正常でした。2マークは1号艇の杉山が先頭、5号艇渡辺2番手で折り返しました。1番5番の体型で3番手争い、内6号艇の太田、アウトは2号艇の原田、この両選手並んでいますが、6番の太田が一定身ほど前でレースは2周目に入っていきます。目下の上位体型は1番5番6番で2周目1マークを旋回、1号艇の杉山トップ、5号艇の渡辺が2番手、3番手は6号艇の太田が後続を振り切るターンで3番手をキープしています。後ろは定間3停身ほど空いて、2号艇原田、4号艇の片山並んで、最後方は3号艇鈴木の順となっています。2周目2マークの旋回、1号艇の杉山博成が先頭、5号艇の渡辺信弘が2番手、3番手6号艇の太田の内側からさあ2号艇の原田がやってきました。直線コースへ向いて3番手、わずかに逆転先行は2号艇の原田、しかし一定進後方から6号艇の太田も奪還を狙って、さらには内側から4号艇の片山も持っていきます。最終周回の1マーク、1番5番と向こう上面入って、焦点3番手ですが、外から2号艇の原田、内から6号艇太田ですが、2番の原田がわずかに優勢で残り半周へと向かっていきます。先頭は1号艇の杉山、今年は8月鳴門に続いて4回目、通算14回目の優勝へ向かっていきます。2番手は5号艇の渡辺、3番手は2号艇の原田がわずかに優勢で最終コーナー、先頭から1番5番2番の順にホームストレッチです。優勝戦第12レース、先頭は1番杉山、優勝五輪、2着は5番渡辺、3着は2番の原田、6番太田4番手、後ろは4番片山、3番鈴木、五輪です。